俺はドドドバッサーを救いたい、リュウです。さあ本日なんですが、ドドドバッサ ー, あー、ドドガッサーっていうね、このモンスター皆さんご存知でしょうか。本田翼さん実質このドドドガッサーなんですけれども、今日ねこのモンスターを大活躍させていくっていうデッキをね作ってきました。R です、リアリティ。ドロドガスター効果、反転召喚したこのカードがフュージョンに存在する限り、打点が3500ポイントアップします。つまり打点が3500になると。正眼さえも抜けます。で、このカードがリバースした時、フィールド上の表側表示モンスターを2体まで選択し破壊すると。これ強くないですか。リバースしたら、要は反転召喚したらモンスター2体破壊して打点3500になれるんですよ。なんかちょっと強そうでしょ。まあ弱いんですけど、このモンスターを今日は救っていくデッキです。で、どうやってやっていくかっていうと、まあこれドドドモンスターなんですけども、レベル8なんですよね。めっちゃ出しづらいんですよ、8って。しかもレベル合わないからエクシーズできないしみたいな感じなんですけども、相性がいいモンスターいましてね、ドドドウィッチっていうモンスター、これ召喚特殊召喚に成功するとドドドと名のついたモンスターを、裏側守備表示でも特殊召喚できるんですよ。まあ表側攻撃表示もいいんだけども、裏側守備表示で特殊召喚できるんで、ウィッチで、ガッサーを出すとリバース効果、反転召喚効果を使えるということですね。なので、今日はですね、もっと強い動きできるよっていう盤面にできるんだけども、あえてオノマトピアからウィッチ出して、ウィッチ効果でガッサーセットして、で、オノマト と,、ウィッチで、まあ、ホープとかローチと か, なんかゴキブリとかこの深淵とか出して、なんとか頑張ってこいつをリバースさせるっていうね、動きを見せていきたい。で、表側破壊できるんで、まあ、デモンチェーンとかは相性がいいですね、非常にね。で、あと、まあ、妨害できるようにね、聖騎士とか僕ができるように月の書ぶち込んでおりますっていう感じでしょうか。で、あとはまあ言うのねえな、2と呼んでなんか6出してこういうこともできるように一応6とか入れてるけど、あんまり出さないこのデッキは。ガッサーしよう、今日は魂のガッサーリバース、これを狙っていくデュエル、スタンバイ。さあお相手のいただきに立つもの BF ですかね。BF だろうとなんであろうと、私はですねやることは変わりません。私のやることは変わらない。基本的に動きは同じなんですよ。これと、でもこれはウィッチできないので、こうですね。これはまあしょうがないかな。ガッサーバッサーができなかったんで、まあしょうがないですね。ガッサーバッサーがちょっとガッサーバッサーできないパターンなんで、こうして普通に先行展開していきますか。で、シスターレベル上げる、でバウンサーしていく。 BF は結構ローチが意外と刺さるんですよ。普通にシンクロ召喚してくるんで相手のデッキだから結構ローチが刺さるんですけど、皆さんね意外と勘違いしてるんですけどね、このインベルズローチというモンスター、これ特殊召喚を無効にできるモンスターなんですよ。これ一ターンに何回でも使えるんですよ。つまりですね、シンクロ召喚を何度行ったところで、まあ、2回までであればシンクロ召喚自体を、まあ、無効ができると。結構これは強いんですよ実は。さあ旋風、はい、いいでしょう。さあ旋風発動からのシム、いやーまあ強いですけど、今んところ強いけど多分死にはしないと思うんだよね多分。で旋風効果、これフィールドで発動する効果じゃねえからフォトンストリークバウンサーが止まらないんだよな。なんかフィールドで発動してくれる効果あったらねいいんですけど、これ手札で発動してるんでね、シムーンちゃんの効果。死ぬかな俺これ、死ぬんかな。いやでもシンクロ召喚止めるから結構いけると思うけどな。でライキネの効果はねストリークバウンサーで止めればいいから、意外と BF に対してはこの盤面は結構強いといったところ。さあ、無限にサーチしていきます。ハンド増えすぎ、疾風のゲイルからの、もうそろそろサーチするもんかねえか、まだあるか、おろし。いやもう強いわマジで、キモいわこのデッキ。あと投げ投げってのは問題だね。ゲイル、はい、ゲイルの効果、いやもうこれ攻撃表示プレミか、もう全員守備表示でよかったみたいなとこあるね正直。 BF 読みだったらなんか殴り切られて死ぬっていうパターンがあるから。でシンクロ召喚は止めるんで、ですね、このまま殴りが、ああなるほどね。いや今のね意外とこのまま殴りが正解だったりするんですよね。狙い切り、はい、どう、それはまあ無効にしちゃってもいいかな。
農地さん向こうにして、ローチさん向こうにして、まあでもあれか、雷金の方が向こう、まあでもローチさん向こうにするよね普通にね。手数がねどんぐらいあるかなんだよな。あとはここ向こうにしちゃって、ここ向こうにしちゃって、で、あとはどのぐらい展開できるか。で、あの、ホーク城の、シンクロ召喚も無効にしちゃえばいいんですよね。だから。基本。で、ゼプロスはいいわ。で、ゼプロスで戻して、出てくる。はい。OK です。はい。で、あと残り、手札5枚。なんでそんなに手札あんの？で、さらに半分されていく。半分、ま、マジきつい。マジできつい。でもこれさ、俺思ったんだけどさ、ローチさんってさ、特殊召喚無効にしてっからさ、これさ、蘇生制限満たしてないんじゃない？蘇生できないんじゃない？要は、ホーク城を出したところで、なんか蘇生できない気がする。召喚を無効にしてるから。千鳥はもうしょうがないね。もうそれも無効にするんだから。それも無効にして。これさ、ホーク城を出されても多分ね、これね、無効になってるから、あの、特殊召喚が。だから蘇生制限満たしてなくて多分いけると思うんだよ俺。死んだらごめんなさいなんだけど、死んだら本当にごめんなさいなんだけど、手数お手数多すぎるからこのデッキ、ふざけんな。一応ねフォトンストリークバウンサーの効果はありますんで、一応向こうにはできますね、効果を一回フィールドのエンシェント。なるほど。さあ手数で押していく、手数で押していく。で、エンシェント効果使っていくか、それをフォトンストリングバウンサーが無効にすると。よし。耐えてる。この BF の圧倒的展開力を、このフォトンストリングバウンサーとゴキブリだけで耐えていくスタイル。でも、殴るくらいしかやることないんじゃない？いや、まだあんのか。でも、これ出てくるの何？これ、だからエンシェントフェアリードラゴンくらいしかいないんじゃない？もうあと。ブラッククローズしたら相手もあれだしな。困るだろうし。え、これ死んでる、もしかして俺。でもあれ、これ全部で殴られたら死んでるんじゃないこれ。あ、シンクロ、はシンクロ、ホーク城。え、これぜ、これさ、蘇生制限満たしてないよね。蘇生制限満たしてないからいけるっていう説ある、いける説。あ、でもこれ、あバトルよ、危ねえ。死んでないよねこれ。え、死んでないよね。よし、死んでない。あとちょっと待って、いやガッサ待って、俺ホープレイ抜いたんだよさっき確か。うわ、フォトンバタフライアサシンとかいうゴミみたいな顔入れたんだ。なんで俺ホープレイ抜いたんだよ、なんで俺ホープレイ抜いたんだよ、最悪だわ。ちょっともうしょうがないから、ウィッチからのガッサ、ホープレイちょっと入れ替えしてきます。ちょっとガッサを活躍させたくて、フォトンバタフライアサシンとかいうマジゴミみたいなモンスター入れたんで、ちょ入れ直してきまーす。一回ホープですかねこれ、さすがに。で、多分もう雷霧いないから抜けないと思うんですよ、そんな簡単には。で、攻撃無効あるんで、ホープのなんか攻撃止められそうじゃないですか。まあこれホープレイ出せれば勝てるんですけど、ホープレイちょっと抜いたんでバトル、はい、いえ、ホープペンスラッシュダーシロー。さあ、なんか謎にめっちゃいい試合してる。でですね、ガッサーは表側のカード割れるんですよ、2枚まで。月の書、いやー、だる。報告状、はい、はいはい、それさっき使えばよかったのに、ね、効果ね。それさっき使ったら勝ったのにね。相手のプレミアもありまして、なんか生きています、私は生きております。相手もビビってるんでしょう、おそらく相手もビビっている。さあピッチャービビってる。さあバトルフェイズいいだろう、しょうがないな、ホープは やられてやるぜ。ただしな、ドドドバッサーはリバースした場合、よし、リバースした場合、相手のフィールドのモンスターを2体選択し破壊することができる。くたばれ、あとは俺はモンスターを引きたけだ。デュエリストのデュエルは全て必然、ドローさえもデュエリストが想像する。シャイニングドロー、シャイニングデイステリードロー、うおー、神ゲー起きたー。さあ、お相手のことはブルーアイズ、相手にとって不足がないだろう、先行取ったら
からギリギリセーフ。さあ希望をオロノトピオ召喚、希望をオロノトピオの効果を発動。ドロドビッチを特殊召喚し、ドロドビッチのモンスター効果を発動。ていうだからドロドモンスターを特殊召喚できる裏側中央じゃな。さあオノマト変化使ってないんで意外と温存できてるんでワンチャンありますよ。これはね、あの西岸相手は深淵ってね、おばあちゃんが言ってた。さあ深淵に潜むのを特殊召喚、そしてカードを置きませんとし、ターンを終了していくぜ。これはね、あの深淵で太鼓を止めればね、目覚めの旋律、ほん強えなそいつは強いぜ、そいつはなかなか強いぜ。まあでも太鼓の効果は一応あのこいつで止めれるんでね、深淵で。さあブルーアイドチラ見せして、ああいいだろう、全然いいぞ、うん、問題ない。チューナー召喚だけマジできついけど、あチューナーいないんだ、へえ、チューナーいないんだ。深淵に潜むのめっちゃ強いんですけど、とりあえずじゃあバトルステップでデモンズチェーン打って、その攻撃無効にさせてもらって、はいはい、どうすか。さあバトルフェーズ終了前で、これで太鼓の白石の効果は無効よ。よし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 相手のフィールドのカードを1枚選択し破壊し、さらにダメンが3500になる。つ強いダーサンダーブレイク、はあ、弱い、でも弱い、捨てるカードは弱い、捨てるカードは弱いぞ、捨てるカードは弱い。よし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 、これね、これねトップで、ね、なんだっけあいつやったら強かった、番長、番長ってワンキャったんですけど、まあ、とりあえずこうしましょう。いいですよバッサー、結構活躍してるよ。一瞬で死んだけど大丈夫。これあとは相手のドローフェーズに即座に打って太鼓の白石の効果を使ってオルタナが回収できないようにすれば勝ちよ、勝ち。はい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 、バッサー最強、素晴らしい。さあお相手の方エビ、よろしくお願いします。ユーレ3倍、ドドドドローが腐んねえっていうのがいいところですね、このデッキの。あー弱いですね、まあいいや。ノーシバッサーですからこっちは。このね、あのもっと強い動きできるのに、なんかあえてバッサーを出してるのがいいですよね、このデッキもっと強い動きできるんですよ、もっと強い動きできるんだけど、あえてバッサー出すっていう、これが愛、これがモンスターへの愛です。そしてバッサーのバッサーじゃない、ウィッチの効果、ウィッチの効果でバッサー出して、なオノマト系かな、なんだろうな。まあこれちょっと一回ローチ出して様子見ますか。あんまり関係ない気がするけど、ローチは。でこうしてエンド。なんかね、あの制圧系のランク4モンスターが来ましたけど、そこまで強くないんでね。深淵はあんまり多分オノマト刺さんないし、ドドドドロをしていく。ウィッチ、はい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 。ウィッチはねえや。ドワーフか。ドワーフ落ちいったら強い、普通に。ドワーフはね、フィールド上になんか、5個5かドローだっけ、サイバー的フュージョンサポート、どういうこと、コズミックサイクロン、どういうこと、自殺デッキ、自殺デッキ来た、ドドドドロー自殺、ドドドドロー自殺来た。さあ、オノマトピア、オノマトピアからの、あー、なるほど、ドワーフ特殊、はい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 、うまいね、なるほど。千人か、なんか俺嫌な予感すんな。これさ、ライフポイントがさ1000以下になるとマジで調子乗る人いますよね。ホープはいいんですけど、え、これ上に重ねられる、もしかしてこれ自作自演ってこと。あそれ強引すぎない、ライフの削り方強引すぎるでしょ。めっちゃ自称して1000以下にすんの、それは強引すぎませんかね先生。